次に7番諏訪良一議員、関東さん、観光資源の適正管理について質問をいたします。その1点目として、関東産油林の増殖計画および保護対策、先月の23日に集落へ実態調査に行ってきました。油林の香る赤道にと長官にも歌われている町の花でもある赤道産油林の球根がイノシシの食害を被り、地域全体が瀕死の状態に陥っていますとは地元の方々の声でもあるわけです。平成25年に電気柵の設置や草刈り等の保護対策を講じてきたものの、その電気柵が今度現地行ったときには見られなかったということです。すべての答えは現場にありと言われております。被害の発生状況を今後つぶさに解析し、的確な保護対策を早急に立てて取り組んでいただきたいということです。二つ目には、休館部における年間の管理計画作成です。かやぶき屋根はいろりに薪を焚くことによって屋根が保護されているということについては、すでにご承知のことと思います。この薪を焚くにはですね、まず夏場に焚き荷の確保、いうまでもありません。それにこの積雪時における現地までの道のりを考慮した場合に、大変な苦労がないと現地に到着できませんということが非常に今問題になっております。ということで、まあ地元にいない人がかやぶき屋根を保護管理するということは大変に難しい時代に入ってきていると思います。まあそんなことから、これらの作業を委託するには、やはり、年間の管理計画をしっかり立てて、どなたが交代されてもその管理内容を理解してもらうというところからスタートするべきでないかなと、こんなように思います。まあ、やがて雪が降るから、誰か薪を焚く人を探しましょう、じゃちょっと軽率すぎるんじゃないかと思います。3点目は防災カメラの再稼働です。まあ、皆さん方ご承知のようにですね、当期間は集落の方々はすべて下山しております。
そんなことから現地情報をこまめに得ることということになってくるとナンセンスです。これらのことを考慮しましても、従来にも増して地域防災カメラの再稼働の必要性が生ずるものと思われます。それから4点目として管理対策の明確化です。現在赤道山に関わる業務が複数の部署に分散されております。こんなことからですね、どなたが役場へ訪ねても分かるように、窓口業務の一元化を図ってもらえないかというのが、地元関係者が切望されているところであります。以上について伺います。杉本町長。諏訪議員の赤道産観光資源の適正管理についてのご質問にお答えをいたします。まず赤道産ユリの増殖計画および保護対策についてであります。赤道産ユリは半世紀に資源層が新潟地方から持ち帰り赤道山中に広まったと伝えられる大輪のきれいな山ユリで、町を代表する霊峰赤道山の名称をつけて町を広く全国に PR する目的に町の花に指定されており、町にとっても威厳のある貴重な植物であると認識をいたしております。近年赤道山地内でイノシシの急激な繁殖により貴重な赤道山ユリが被害を受け壊滅状態に近く、誠に残念な状況にあります。過去には旧県立七尾農業高校によるバイオ増殖の取り組みや、赤道山に在住されている方にも装飾をお願いをして保護対策を講じておりましたが、いずれもイノシシの食害にあっており、今後も赤道山での装飾は大変困難な状況にあります。赤道山ユリは赤道山で育った山ユリの愛称でもあり、山ユリと同一品種と考えられるため、町では現在ユリの球根を増やす対策を取り組んでいるところであります。今年度は赤道山の歴史公園の管理委託料を活用しながら、イノシシや人的被害の少ない平野地で球根の増殖を行う計画を進めており、今後は赤道山歴史公園をはじめ町内の公園や公共施設等にも植え、町の大切な花として保護を続けていきたいと思っております。今後関係機関や団体の方々にもご相談を重ねながら、貴重で威厳のある赤道山ユリの増殖と保護対策を積極的に進めてまいりたいと考えております。次に旧官房における年間の管理計画作成についてのご質問にお答えをします。旧官房は赤道山に唯一現存する坊として評価され、昭和51年に県指定文化財に指定されております。以前には学校や団体等の利用がありましたが、近年は利用頻度が少なくなっていることから、建物の維持のために天候の良い日には戸を上げるなど、できるだけ風を通すようにしていると報告を受けております。陶器については山内の倒木を薪木にして、かやぶきの維持のために薪木を焚いております。今後は年間を見通した維持管理運営ができるよう、
管理計画を策定するように指示をいたしますので、ご理解をお願いをいたします。次に、防犯カメラの再稼働についての質問でお答えをいたします。防災カメラは大宮防が完成した平成14年度に4台のカメラが設置されました。目的は大宮防の防犯監視体制の強化を図るためのほか、当時、町のホームページにもライブ映像が公開されておりました。その後、故障などのトラブルが多く続き、修理費用がかかるかさみ、現在は映像を受信するサーバーの故障により、使用が不能となっております。赤道山地区については、ますます所帯数が減少をしており、防犯面や災害、気象環境の状況が把握しにくい状況にありますので、今後の対応といたしましては、カメラの設置の在り方を検討し、再度導入したいと考えております。次に管理体制の明確化についてお答えをいたします。赤道山におきましては、国指定史跡や国指定自然公園、大宮防を中心とした史跡公園、県が整備した能登歴史公園がありますが、いずれも管理者は中能登町であります。赤道山資料館につきましても、県有施設の能登歴史公園管理事務所を部分的に町の施設として改修し、利用をさせていただいております。資料館の管理につきましては、教育文化課が所管でありますが、一部では観光的な面から観光協会の物販スペースや機器等が混在をしている状況です。今後は教育委員会と役場の各部局が連携を密にし、施設の適正な管理、運営が図られるように指示をしていきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。議長。諏訪議員。まず、赤道山有利の増殖計画についてですが、この赤道山有利というのは、ただ単なる山に生えている有利というだけの問題じゃなくてですね、石川レッドデータブックによりますと、絶滅危惧種に、しかもその一類にですね、指定されているという、大変貴重な有利なんです。まあ、そんなことから、長官にも採用されたものと考えておりますが、過去の増殖の経緯を申し上げますとですね、旧鹿島町時代では、平成7年から7年間、球根の移植を行っております。そして、中野戸町になってから、平成20年と21年に、やはり球根の移植を行って、まあ、徐々にですね、少しずつ増えつつあった矢先にですね、あっという間にやられてしまったわけです。そこでこの保護対策として、最も大事なのはですね、ただ単なる球根を移植して終わりじゃなくて、しかも継続的にしっかりと管理していかないとですね、水田の場合ですと、稲刈り終わったら電気柵は外してもいいんですが、ユリの場合はそんなわけにいかんわけです。1メーター以上も雪が積もらん以上はですね、餌を求めて被害を及ぼすものであるところからですね、
この辺りで大変難しい面が出てくると思います。それともう一つ大事なのはですね、これまでは大宮坊を中心にして電気柵も張っておりましたが、最近は住宅地の庭先のものも被害を受けると。ということはですね、だんだん地域に住む方の人の数が減ってきたと。分けてもですね、夜間真っ暗になってくると、相手は夜行性のものですから、ますます被害が大きくなってくると。まあ、そういうことから、電気柵を春にした場合には、これまでとは違って、大宮坊を含めた地域の方の庭先まで広範囲に張ることが必要でないかなと、こんなように考えております。それから二つ目の茅葺き屋根の保護対策ですけれども、まあ、ご承知のようにですね、かやが新しい時には、雪も滑り落ちますし、雨水もはじくんですが、まあ、今年の冬からはですね、吹き替えて、年々、年数が経過してきているということで、これからがですね、難しくなってくると。逆に古くなると茅に氷が凍りつく、雨水を逆に吸収するということで、大変この辺りも難しいと思うんです。まあ、屋根にシートをかければですね、上からは防げるにしても、逆に内側からは、我々カッパを着たような感じになってですね、中の方からやはり蒸れてくると、まあ、こんなことで、古くなってくるこれからがですね、これまで以上に、こまめな、そして頭脳的な管理が必要になってくると思います。それからカメラの設置ですけども、やはりこれは早急にですね、設置してもらえないと、特に冬期間、夜間の情報がこまめに、役場の方ではですね、把握できないと。ということは、地元の方が、特に冬期間はどなたもおられないというところに、難しいところがあるわけです。まあ、管理の一元化は先ほど町長が説明されましたようにですね、やはりワーキンググループなんか立ち上げてですね、そして窓口をとにかく分かりやすい一本にしていただきたい、まあ、このあたりをもう一度お伺いします。以上、香川農林課長。赤道さんよりの保護対策ということであります。実は、まあ、大宮坊の土手にもきれいに3年前は咲いてました。で、町も、赤道さんを守る会の人たちと一緒に、電気柵の設置等をして保護してまいりましたが、残念なことに人的な、対策がなかなか取れなくて、赤道さんを守る会の人にもお願いしてたんですけど、電気柵の電池切れでイノシシの被害を被りまして、すべて球根を、まあ、食害にあったという状態です。それから先ほど町長の、答弁にもございましたが、赤道山在住の方にも、県立旧七尾農業高校からのバイオの増殖で、一角きちっと見守っていただく方に増殖をして、結構増えたんですけれど、その方の体調不良で
下山で入院されました影響から一気に、まあ、イノシシの食害に遭いました。そこで町の方では、町の花という中で、諏訪議員の説明にもあったような赤道産ユリの、まあ、大事性危険、今大変危惧されている形からどうしても、まあ、本当は300、400メーターの高地に花を咲かせればいいんですけれど、イノシシの食害が歴然として見えるということで、まずは球根を育てて花を育てようということで、ちょっと場所は言えないんです、人的な被害もありますので、まあ、町の公な平野地で今、種から今もう一度、育てようということの対策を進めております。それから今、東雲高校の方にも、旧バイオの対策をしていただいた関係のところへも問い合わせして、そういう対策をしたいと今、考えております。で、ヤマユリの一種で、ヤマユリは、一応朝日が受けて、昼からの直接の日光が当たらないところ、そういったところで、赤道山の山土手はまさしく東側に日が当たって、山が西日になったら日陰になる。風通しのいいところをやっぱり好みますので、そういったこと、栽培においてもそういうことを注意しながら、これから町として、いわゆる教育文化課、農林課ではなく、中野と町全体として、赤道産ユリの増殖と保護の対策を進めながら、大体、種からだと生育するのに5、6年かかるそうです。まあ、球根を植えればもっと早いんですが、早く増殖をしながら、主な公共施設、それから防音柵、そういったものの設置を考えていきたいと思っています。ただ、赤道山の自然公園に電気柵の設置ということがあるんですけど、これは人的中華、観光をされる方々、公園を利用される方が来て、電気柵に被害が及ぼす影響があるということで、県では認めて当たっておりません。今後そういった歴史公園等に植える場合、人の見守りもできませんので、電気柵以外の、高所柵、それから、まあ、24時間体制で電気をつけるとか、まあ、そうするとまた花が咲かない原因もありますが、そういう対策をこれから講じていきたいと思っております。以上です。上田教育文化課長。諏訪議員の質問にお答えをいたします。まず1点目のかやぶきの件なんですけれども、現在12月に入ってから2名体制で毎日かやぶき、かやの滝をするような状態になっております。過去にも2回程度ですか、かやが落ちたというようなことがございましたので、議員ご指摘のとおり、まあ、慎重にというか、きちんとそういう維持管理に努めていきたいというふうに考えております。それから2点目のカメラの件でございますけれども、非常に今、冬季間、雪が多いということで、何回かカメラが傷んでおります。ほんで、家内でもいろいろと協議をしとったんですけれども、できれば事務所の中から、パソコンが一応、インターネットが事務所まで通じておりますので、そういうものを利用しながら、カメラを設置して、中から見えるような体制にできないか、そうすれば、カメラも傷まないじゃないかということで、投資予算にそういうものを盛り込んでいきたいというふうに今考えております。3点目の方は、まあ、今、町長が答弁されましたけれども、まあ、いろんなところが携わっておりますけれども、基本的には教育文化が中心となると思いますので、教育文化課を中心としまして、また横の連携を密にして、今後行っていきたいというふうに考えております。以上です。はい、諏訪議員。科学課長にもう一度お伺いしますけれども、まあ赤道山ということになってくると、文化庁絡みからいろんな制約を受けるところがあると思うんですが、まあ、難しいはですね、自分だけの理解じゃなくて、やはり関係機関とそのあたりを詰めていただいて、
最初に申し上げましたようにですね、答えは現場にありなんで、やはり国とか県の関係者に現地を見ていただいて、最もですね、合理的な、しかも効果のある対策を立てていただきたいと、そしてですね、それらを含めまして、保護対策隊あたりをですね、これは仮称ですけれども、立ち上げていただいて、ある程度ですね、まず球根を作る、それから植える、守る、これらを一体になった、対策を講じられるように再検討してほしいと思うんですが、このあたりをもう一度伺います。以上、加賀農林課長。今現在、石動産の中で石動産よりはもう数少なくなっています。それから、町内の各世帯の中で石動産よりの球根を分けられて育てている方もおいでます。で、今、諏訪議員のおっしゃった、石動産よりという絶滅禁種の中で、町が個人的に考えるんじゃなくて、国、県内の、そういった施策も用いながら、保護対策を検討してほしいというのは、まさしくその通りであります。町も大変危機感を今持ってまして、以前に石動産を守る会の人たちが、石動産で植えてやると食害があるので、ある平野地で増殖を計画されました。ただ、途中3年ぐらいで断念された経緯があって、今、それを見ますと、下に球根があるのかないのかなというものを今、探っている段階です。今度は平野地でもありながら、そういった栽培方法をきちっと勉強していただきながら、県の協力も得ながら、少しずつ株、それから球根も分けることによって、増殖が可能になります。そういったことを少しずつ増やしていく、それから先ほど申し上げたように、そういったことで、町民の方が親しまれる、家庭の軒先でも植えられるような、花にしたいと。ただ、それには先ほど言いました山の山麓をずっと山里に電気柵を張らなきゃならないんかということもありますが、また大地高台平野地の中の集落の方は、イノシシ被害は生まれておりません。そういう中で少し増殖をした上で、3年前の大宮坊にあるような赤道産ユリがきれいに咲いて、大宮坊も見ていただく、ユリも見ていただくという環境をまた元へ返していきたいと思って、そういう努力を、町長はじめ、上司とも相談をして、手がけていこうじゃないかということに決まりましたので、来年度からもまた予算化したいと思っております。以上です。議長。諏訪議員。このユリはですね、平地では咲かすことというのは大変難しいんです。難しそうです。1年目は咲いてもですね、それ以降咲かないと。そんなことからですね、効果を末永く歌うことができるようにですね、待ち上げて適正な対策を立てていただきたいということをお願いしまして、質問を終わりたいと思います。